川崎バルカン川崎 VN400 バルカン VN400 バルカンは川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造、発売していたクルーザータイプのオートバイの車種。本校では同社バルカンシリーズのうち VN400 系の各モデルを VN400 バルカンシリーズとして開設する。バルカンは1995年に発売された。先代モデルに相当する。 並列に気筒エンジン搭載のアンケー n 4 0 0からのフルモデルチェンジとなる。VN400K バルカンは、同年12月に国内発売されたバルカン800と共通の車体を持ち、共にバンク角55度の V 型に気筒エンジンを搭載する。バルカン800がシリンダーボア 88.0mm のピストンストローク 66.2mm であるのに、対し、 バルカン400では、ストロークは同一ながら、ボア 62.0mm となり、低速トルク重視のロングストローク型エンジンとなっている。派生モデルとして、バルカン2、バルカンクラシック、バルカンドリフターなどがある。シリーズとしては2004年を最後に販売終了となり、以後、川崎の 400cc クラスのアメリカンモデルは、ラインナップが途絶えている。1995年2月に、 初期型が発売され、1998年まで販売された。前輪21インチ後輪16インチのスポークホイールを採用。プルバックハンドル仕様。1995年2月に初期型が発売され、1998年まで販売された。前輪21インチ後輪16インチのスポークホイールを採用。フラットハンドル仕様。 1995年12月に初期型が発売され2003年に最終型を発売し2004年まで販売された前輪16インチ後輪16インチのスポークホイールを採用1999年3月に初期型が発売され2002年に最終型を発売し2004年まで販売された前輪16インチ後輪16インチの スポークホイールを採用。ホイールを半ばまで覆うディープフェンダーが特徴であり、特にリアフェンダーはスイングアームに固定され独特なスタイルとなっている。ありがとうございます。